カンペチェにやってまいりました。パレンケで私体調を崩しまして、パレンケそして昨晩までですね、体調絶不調で、いやこれはねコロナにかかったのかなと信じたくないけどそう思うような、体調不良に襲われました。多分ほぼ徹夜で、8時間以上の、車移動、これがね思ったよりきつくてですね、インドの時と同じだったのかな、状況と状態が。ほぼインドの時も、北からですね、ニューデリーに行く時に、ほぼ徹夜だったんですよね。それで体調崩しましたけど、ほぼ同じような症状でしたね。まあ本当に水もすべてこう出てしまって、嘔吐はないんですけどね、舌で下してしまう。で、食欲もほぼなくなって、体に力が入らないと。そうですね、熱も微熱ぐらいあったかもしれないですね。とにかく微妙な頭痛もあったり、で、喉の痛みとか、肺とか、呼吸器系はそんなに全く来なかったんで、まあ、それでね、コロナじゃないかなと思ったんですけど、とにかく体に力が入らないという状況で、エネルギーをまた取らないんで、食べない、飲まないなんで、完全に体が弱ってしまいまして、今もね、病み上がりで喋るのが結構大変なんですけど、まあ、ようやくね、コンディションも上向きになってきましたんで、あとは食べてエネルギーチャージをする段階に入りました。カンペチェ、とにかく暑いですね。もう午前中の段階で26度超えてるんで、はい。そんな時に、サンクリストバルで買ったこの柔道着みたいな、朝のパンツ、いいですよこれ。これね、交渉しまくって100ペソぐらいになりましたからね。さて、とにかく今はメルカドに行って栄養を取ることです。体力を回復させて、はい、旅を継続していきたいと思います。カンペチェに入って、なんだろうな、秋からいきなり夏に来たみたいな感じで、かなりね暑いんで、もうひげ剃っちゃいましたね。鬱陶しかったんで、さっぱりしました。さて、カンペチェのメルカドですけども、まあご覧の通り小銭で、まあ、100円200円で物が食べれますね。結構お客がいっぱいのハンバーガーショップ、小型のハンバーガーで10ペソでしたね。10ペソメルカドはいいっすね。庶民の台所メルカド、ここでエネルギーチャージをしたいと思います。今もうね、ガス欠ギリギリですね。完全にエネルギーがないです。どこまで回復できるんでしょうか。オムレツをいただきたいと思います。卵はね、完全食なんで。結構優しいおじさんでね、これ辛くないからねっつって言ってくれましたね。本当？見た目めっちゃ辛そうだけど大丈夫か。ピカンテ。さていただきましょう。まだ熱帯の気候に対応してないせいか体がだるいですね。
まあ、だいぶ体調は上向きになってますけども、はい、ちょっとね軽くめまいが残ってますんで、これを食べて完全回復していきたいと思います。いやね、だいぶ体が欲してますね。このスープもう体に染み渡る。丸2日まともな食事をしてなかったところで、いきなりねかっこんだんでやばいっすね。もうお腹がパンパン、体もびっくりしてますね。とにかくカンペチェでは完全静養します。もうちょっと長めにね滞在取ればよかったんですけど、あまり見どころもね多くない場所だったんで、とりあえず2泊、もう明日には移動なんですけどね、まあ、次の移動も2時間半ぐらいなんで、まだね、体への負担は大きくないと思います。次のね町メリダでは、少し長めに滞在しようとしてますんで、そこでね、ちょっとホテルもグレードを上げて、ゆっくりとした時間を過ごしたいと思います。いよいよねユカタン半島に、入るんですけど、もうとにかくね夏ですよ。ここは日中はもう30度近く、27とか30度近くにはなるんで、夏ですね。せっかくね、カリブの海賊がめちゃくちゃ侵攻してきたこのカンペチェの街、もっと海沿いとかね散歩したいんですけど、今はねその体力も気力もありません。はい、いやね久しぶりだな、ここまでね体調崩すのは。まあインドのニューデリーの時と似てるという話ですけど、その時も北の寒いアムリトサルから、夜行電車でニューデリーに行く感じだったんですが、夜行列車でね現地のインド人と盛り上がりまして徹夜になって、で着いたらめちゃくちゃ体調悪くなってたと。まあ、その時とね症状が似てますね。めまいと、とにかく食べて飲んだもの全部下してしまう、ね、そういう感じでしたけど、その時はねインドの怪しい薬、下痢止めの薬をなんかもうそれしか持ってなかったんで、それ飲んだらなんか半日で完全回復したんですよね。今回もまだインドの薬持ってたんで、飲んだんですけどね、前回のようには回復しませんね。緩やかに回復してる感じです。ただ食欲はあるんで、あとは喉の痛みとか肺とかね、そういう呼吸器系は全くねダメージがないっぽいんで、まあおそらくコロナではないだろうと自己判断ですけどね思ってます。いつ、まあもうちょっとね回復に向かってるんで、お腹もね下す、飲んで食べるのもちゃんとね下さなくなりましたんで、回復しつつあるんでね、このまま旅を続けようと思いますが、ユカタン半島ではちょっとゆっくりとした時間を過ごして、やりたいこととしてはセノーテですね。セノーテ、そこはクリアしていきたいと思います。カンペチェについて食事とホテルでの静養以外は何も観光しておりません。おかげでだいぶ良くなりましたね体調が。
あの声も出ますし、はい、消化もね、食べ物も消化できるようになりましたんで、だいぶ良くなりましたが、若干ね、めまいが若干残ってますけど、まあ病み上がりという感じでしょう。まあ体調を崩してからですね、丸2日半ぐらいですかね、食事と寝るってことしかあまりやってなかったですけど、だいぶ良くなりましたね。本当良かった良かった。あと何よりもメキシコで助かるのはホテルがですね、チェックアウトが基本12時とかなんですよ。すごい場合は1時とか、そういうスタイルなんで、まあ今回もですね、だから全然観光はできてませんでしたけど、この朝の涼しい時間に、散歩がてら街を見て、このカンペチェの旧市街も世界遺産ですからね、はい、美しいコロニアルな街並みを見て、ここカンペチェは結構ね、カリブの海賊リアルなパイレーツオブカリビアンたちがかなりね、略奪しに上陸してたらしいんで、ここもそうですし、これから行くメリダもそうですけども、もうね、海賊が一つの名物みたいなお土産物屋さんとかも多分海賊物多くなると思うんですけどね、はい。まあとにかく、まあそういったいろいろなものも見ながら、午前中ゆっくり過ごせるのは、まあメキシコならではかなと思います。あえてね、レートチェックアウトする必要がないと、はい、これはね、助かりますね。メキシコ湾意外と綺麗ですね。結構透き通ってるし、一応海なんでしょうね、これはね。東京湾みたいなもんでしょう。ユカタン半島は結構楽しみですよ。何よりもセノーテがありますからね、自然の神秘がね結構ありますから、まあ、そういうのをね満喫するためにも体調管理、はい、しっかりしていきたいと思います。それではカンペチェの街をもう少し歩いてみましょう。
かね、この大砲とかかなり年季もの、海沿いで錆びまくってるわけですけどね、え、管理方法はこれでいいのかというぐらい野ざらしにされてますけどね。でもまあこの劣化具合が逆にリアルですね。